おはようございます、しょぼうです。今回は広島旅行で購入した文房具というお話です。5月の11、12で広島旅行に行ってきまして、その時に購入してきた文房具をご紹介したいと思います。広島なのでスミスと旅の目的の3分の1は文房具の購入でして、今回はスミスと田山文具さんに伺いました。ピコということで、まずはスミスで購入したロルバーン3冊ようやく購入することができました。ちょっと広げましょうかね。瀬戸内レモンの昼バージョンと夜バージョン、それから広電バージョンですね。商品名的には C 柄、こちらはないんですね。限定としか書いてない。どうなんでしょうね。これが C ってことは、なんか A と B とかあるんですかね。以前カープのマークとかもあったので、そういうのじゃないのかもしれませんけど、変えたのはこの3つでした。このね、レモンのやつは、実は以前ヒカリエでやっていたロルバーンのジャーニーでね、あったんですよ。それを購入するのを我慢して絶対現地で買おうって決めて、あの時から2年経ってるんですかね、ジャーニーからようやく購入することができました。あってよかったっす、在庫が。そしてこの広電、こちらの方は比較的こっちに比べて新しく出たやつでしたよね。はい、新しいのを購入することができまして、これピシッとこれがまたいいんですよね。とてもこの路面電車がね、広島らしくて、しかもちょっとこう多分ね、こう合わせてあるんでしょうね。空の広さ、なんかすごくこう気持ちのいい風景、どれもね広がっておりまして、ここは広島市内なので、今度こっちにね行ってみたいですね。こういう風景が本当にあるのかどうか。いや、その一般がね、一般人がこのレモン畑にね入れるわけじゃないのはわかるんですけど、ここね、この橋のところに行ってみたいですね。というところで、広島駅のスミスでロルバーンを3冊購入してきました。続いてはタヤマンのマークが可愛いタヤマ文具さんでの購入品です。袋めっちゃ可愛い。ちょっとね、持ち帰ってくるので袋がバッグの中でくちゃっとなっちゃいましたけれども、とっても可愛い紙袋の田山文具さんです。開けていきましょう。と、購入品はこんな感じ。まず上からソエーブミセンのタヤマン、先ほどのねこちらのタヤマンのソエーブミセン、これね、そのミニソエーブミセン、これ下ね、これ店頭にはね、このタヤマンはこのちっちゃいサイズしかなかったんですよ。なのでこれだけ小さいサイズを購入しました。それと今回ね、広島行って私にデザインとして結構刺さってるのがやっぱり牡蠣なんですよ。牡蠣の柄のデザインのものはどれも可愛くって、これも買わざるを得なかったですね。ソエブミセンのオイスター、はい、このまたレモンとね、この中のところの本体の黄色っぽく描かれてるのと、レモンの黄色がこのね牡蠣グレーに生えてとっても可愛い。そしてここのね、全部に共通したソエブミセンのこのね、タヤマンの顔がまた可愛いですよね。ちょっとこれは開けてみましょうか。その前にもう一個が、ソエブミセンのインクボトル。タヤマ文具さんがインクで有名だそうなので、インクボトルのソエブミセンも買ってきました。ちょっとこれ開けてみますね。中身はいつものソエブミセンとね同じなんだと思うんですけど、封筒
封筒が、5枚。そしてこちらはまあちょっと数えませんけども、あ、30枚綴りって書いてありました。30枚の添え文箋が入ってますが、これ本当可愛いでしょ、これ。これがたまらないです。なんかその、多分私あんまりこれ送らないので、このまま手帳に貼り付けて、なんか何か書けたらいいですね。せっかく購入したんでね、とても可愛い添え文箋を3つ、身に合わせてね、3つ購入してきました。では次行きましょう。ちょっとこれは履けて。続いて、スケッチブック。野鳥ですね。いわゆる野鳥の2種類。先ほどと同じインクボトルと、こちら、ヤマト、戦艦ヤマトの2種類を購入してきました。これ多分2種類しかなかったと思うんですが、はい。クレ。戦艦ヤマトとインクとボトルの万年筆という名前になっています。見えますかね、こんな感じ。はい、ちょっと中身確認しましょう。もうね、これパッケージだけで買っちゃったので中身見てないんですけども、どうして中身は、あ、グレーの方のケースですね。素晴らしい。まあ、いや別にあの水色でもあの素晴らしいんですけども、はい、より一般的に書きやすいグレーですね。仕様はまあ普通の野鳥と同じかな。うん、これね、こっちもちょっとビニールの反射が多いのでちょっと出してみますけども、これね、かわいいでしょ。超かわいい。戦艦ヤマト可愛いって言っちゃうことに、私はちょっとね、多少の抵抗感もありつつですね、でもこう言葉としてはこのイラストのタッチが可愛いという感じですね。こちらなんかもうインクボトルと万年筆が超可愛い。色もね、白と紺、鉄紺かな、これね、こんな色のバリエーションでとても可愛いです。では最後、最後はこちら、ここに柿シルバーって書いてあります。読めるかな、柿シルバーって書いてありまして、これは空っぽペンにオリジナルインクが入ったものです、ね、カラートラベラーカラーペン柿シルバーで、ね、私ね、あの田山文具さんはオリジナルインクが有名ですと教えていただいてまして、ただ私今インクはちょっと持て余し気味なので、どうしたもんかなと思って、先ほどご紹介した紙物だけでいいのか、インクを買わなくていいのかって思ってたんですけど、実際お店に伺いましたら、オリジナルのインクを入れた空っぽペンが販売されていたということで、これ最高だなと思って、まあまあ言うても1本しかね買ってきてないんですけど、インク買いたくてもそれほどインクにね、こうすごい惹かれてはいない感じでも、ちょっとオリジナル商品は多めに欲しいよってなった場合に、こういうふうにねペンに入れておいていただけるととても買いやすい。これなら使えますしね、これはとても気が利いた商品だなと思いました。ちょっと書いていってみましょうか。今回はプレパネプのツルツルに書いていきます。空っぽペンね、ここにカラートラベラーってロゴが入ってますね。はい、これ柿シルバー、あ結構ここで見る印象より薄み、まああのシルバーなので明るい色って言った方がいいですか、薄いというより明るい色をしてますね。柿って、柿、書き方調べちゃいました。柿、柿ってこういう字、いつもねその読む分にはって感じなんですけど、あ、書き順違いましたね。柿、こんな字なんですね。柿シルバー、これはあれなんですかね、なんかラメとか入ってるっ
ってわけではないんですね、きっとね。こういうシルバーっぽい色味なんですね。おーおーって書いておきます。少しこのインクがね溜まった時の濃い部分、これがまたいい感じですね。はい、ということで、もうこのカラートラベラーシリーズ、カラポペに入って販売されてますので、インクね、そのボトルはちょっとって思った方でも、このペンを買うことによって田山文具さんのオリジナルのインクが楽しめるという、とても素敵な仕様になっております。ピョコといったところで、今回は広島旅行で購入してきた文房具のご紹介でした。現地でしか買えない文房具、これがまた魅力的ですよね。限定ロールバーンは店頭にある全ての種類、まあ、3種類購入できて、もうこれはもうバッチリで、こちらのね、田山文具さんのこの例えば添え文線とか、あと空っぽペン、まだたくさんあるんですよ。これはね、さすがに全部ってわけにはいかなかったので、うん、もう一歩ちょっと踏み込みたかったっていうのはあるんですけど、またね、次の機会にまた買いに行こうという感じに思っておりまして、まだまだ他の文房具屋さんも、このちょっと帰ってきたら他こういうところありますよみたいなコメントいただいてましたので、今後もね、またいつか広島に行くときにご当地文房具購入したいと思います。あ、もちろん広島以外も、今回あの複数の候補地からガチャっぽく広島が選ばれて広島行ってまして、私福岡も行きたい、あのもちろんロールバーンがあるんで福岡も行きたいので、今後こういったご当地文房具、他の場所でもなるべく調べて、あとコメントで教えていただいたりとかして、ご当地文房具、単純にね、ご当地のキャラクターものが入ってるだけじゃなくて、こういったねデザイン、それから限定品ということで、そういった文房具が買えたらいいなと思っております。今回はここまでにしましょう。このチャンネルはこういった購入品紹介、文房具レビュー、それから私の手帳のお話をしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それからサブチャンネル、サードチャンネルもやっております。サブチャンネルでは文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話、文房具がある生活のお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。サードチャンネルでは手帳を持って散歩に出かける、旅行に出かけるというテーマでお話をしております。今回の旅行の現地の動画も上げておりますので、サブチャンネル、サードチャンネル、どちらもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグ、しょぼうず、ひらがなでしょぼうずで視聴者の皆さんが交流しております。概要欄にサブチャンネル、サードチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。